はい、レオンチャンネルです。今回は検証動画なんですが、昨日の動画で01の変身ベルトの01ドライバーと非接触で連動するから、 IC チップ非接触で連動するウィザードライバーとかオープニングとかで試しましたが、反応がなかったんですけど、 IC チップ型ではなくって磁石反応型のアイテムと連動するんですよと、そういうたくさんのコメントがありましたので、いろいろ試していきますが、コメント欄にこの変身のフォームチェンジね、このサウンドの鳴らし方とかも書いてありましたから、この辺のアイテムと連動するのかとかを検証しつつサウンド確認もしましょう。で、磁石といえば電王ベルトとかライダーパスとかもね入ってますので、要はライダーパス代わりに変身ができるってことだよね。いきます、初めてやります。変身できたやっぱできるんだ。なんかコメント欄によると、ここの QR コード周辺に磁石が入ってるらしい。おお、フルチャージもいける？いけるわ。これでもこの辺確かに、この辺近づけても反応しませんが、QR コード周辺を近づけると、こういうこと。ん？あれ？おお、よかったよかった。そこまで、こんなね、ちょっと距離を置いて、非接触で反応するほどではないので、超微弱磁石って感じ。そうだね、すりつけないと、非接触とはいえすりつけないと反応しない感じ。そもそも01ドライバー自体がかなりコレクションアイテムと近づけて反応させる感じでしたもんね。じゃあ磁石式ってことが判明したところで、次はこの磁石を反応させてオーソライズとかフォームチェンジサウンド鳴らしましょう。まず電王ベルトを持ってる場合は、一番簡単な方法はここをね、切った！ここの電王マーク周辺に近づける、こすりつけるだけで、オーソライズが鳴りますよと書いてあったから、その通りだ。で、ここが鳴ったら、これ今ボタンね、何も触っておりませんが、点滅してますね。で、この状態が待機モードなので、ここでボタンを同時押し。聞いた！これだ！映画でも鳴ってたやつ、最新の予告でも鳴ってたかな？ Fly to the sky! Flying Falcon の後に、なんか言ってましたよね。ここの英文部分が、モンキーマジックのボーカルの方とギターの方が、今回、連動サウンドを収録してるんだって。もうそれはね、公式から発表がありましたので、なので、すごくネイティブなんだ。で、必殺は一度変身してから、変身した状態からボタンを、交互に押すとか、なんかそんな風に書いてあったな。その場合はじゃあもう一回。オーソライズで、本当はね、変形して、ここのボタンが押されると。こういうことね。で、どっちか片方のボタンを離すと。こう？これ？こう？こうかな？ああ、鳴った！フライング！爆発音だ！必殺技音鳴ったね。要はこれが、ここには書いてないけど、フライングでベルト側から多分、タイムブレイクみたいなね、事情で言うところのそういうのが鳴って、で爆発音が鳴る感じだ。これがプログライズキーの鳴らし方か。まあ、ベルトがあればね、もっと簡単に鳴らせるんだけど、ベルトが発売するまでもうちょっと時間がありますから、今はこうやってね、遊ぶしかありませんね。もうそう、完全な操作が分かった。オスライズ。
だって今片方ずつ話してもう片方も話したって感じだったね。今もう一回押しちゃった。っていう手順でサウンドを聞くことができます。これがフライングファルコンの個別サウンドだ。みんなのコメント通りに遊んだ結果本当になりましたね。すごい。ありがとうございます。じゃあこれは同じ自白式ってことでゴーストドライバーとか、あ、ここね、オーソライズ反応するし、めっちゃ鳴る。他には同じゴーストの武器系も微弱な磁石入ってますから、ここに例えば、あ、反応しちゃったよ。今見た？もう一回行くよ。本来はね、本来はこうね。本来はこう。ほら、今ピコーンって言って、非接触で反応しましたが、これが要はこれを使っても、反応したね。完全な非接触。うん。こういう風に遊べるわけだ。なるほどね。今回は磁石式か。完全にこれで判明しましたね。でも、さっきの電王ベルトに綺麗に反応するのすごいいい。これ好きだな。別にこれは変形しても変わりませんね。なるほど。あと、これもコメント欄で言われて気づいたんだけど、僕、01ドライバーのここね、真ん中に0があるけど、1がないね、みたいな話を前したら、レオンさん、これ、展開状態のこれが1に見えませんかと言われて、ああ、確かにと思って。ね、こうなるとカセットテープ型、まあ箱型のコレクションアイテムって感じなんだけど、変形することで確かにここの出っ張りとか1っぽく見えるよね。この流れが。あえてここのさ、何シルエットとかさ。だからこれが1で、ベルト側のこのセンターパネルが0で、それで01、01とか、それを表現してるんじゃないですかって言われて、なあ、すごい。いや、気づかなかった。これを1って見立てるっていう感覚がなかったな。言われてみれば1に見えますもんね。いや、そういうのよく気づくな。ということで、検証動画的にはコメント欄で書いてあった連動しっかりできて、フライングファルコンフォーム、フライングファルコンフォームって言わないのか。今回は仮面ライダー01フライングファルコンなのか。ライジングホッパーが標準だから。が、これに変身することができました。そして必殺技連動も発動しましたので、ざっくりとプログラムキーの仕組みを理解することができましたね。あとはベルトが到着してガチャッとね、本当に差し込んで、どんな感じでこの辺のね、ファルコンの絵柄とかが光って表現されるのかが楽しみですね。というか皆さん、いろいろなコメントありがとうございます。非常にお役に立ちました。あ、そうだ、あと、昨日、リンチャンネルさんの K さんから、リンチャンネルの K さんから、レオンさん、今 MacBook とこのプログラムキーが連動したんですよ、みたいな感じでメールがあって、ちょっとそれやってみていい？最後に。MacBook のこの右下に置くんだって。入った！オーソライズいきましたね。以上、仮面ライダー01デラックスフライングファルコンプログラムキーの検証動画でございました。